はい、皆さんこんにちは。レク専任講師の佐々木博美です。本日は令和3年度司法書試験に、午後の部1位という、ね、素晴らしい成績で、合格されました鈴木美穂さんにお越しいただきました。本日はいろいろお伺いしますが、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。でまずはじめにですね、そもそも司法書士を目指した理由をお伺いしようと思うんですが、もともと法律学習経験ってありました？はい、私は大学音大だったんですね。何されてたんですか？ピアノ。あ、かっこいいですねピアノで生きていくつもりでいたんですけど、大学院に2回落ちまして、でもこれは才能ないからやめてしまえと、でピアノを売ってでバリバリのキャリアウーマンになってやるって、もうスパッとそこでもスパッと、で銀行に就職をしました。銀行ではどういった業務をされてたんですか？はい、個人のお客様向けの営業を10年やってきたんです。お金の運用もそうですし、ご相続対策として遺言を書きましょうとか、不動産の売買とか、有効活用とか、ですごく広い業務範囲があったんですね。で、30歳を過ぎた頃から、結構お客様からまるっと相談を受けることが増えてきたんです。私の財産これだけあるんだけどどうしたらいいとか、不動産広い土地があって、自宅貸してる、借地権がついてるとか、そういった中でこう結構こう入り組んでいるというのが、込み入った話を自分でこう処理する力不足を感じるようになってきて、でもそのご経験あってもやっぱりなかなか限界が、全然ですね、やっぱりこう不動産の借地権って何みたいな、で何年期間があるのとかも、なんとなくっていうのはね、そう分かっていて、でもそのなんとなくではダメだよね。でなので他の税理士の先生とか、デベロッパーとかハウスメーカーとか巻き込んでやらなきゃいけないんですけど、そもそものそれをコーディネートする自分に何の知識もないと、こう回せないと、じゃあちょうどその頃子供が2歳と3歳でちっちゃかったので、よく熱を出しがちで、お客さんとアポイントがあっても休まなきゃいけない、でリスケしてまたアポイントその日が来たのったらまた熱で休まなきゃいけない、でもこれはちょっともうやってられないなと思って、だから今のこのタイミングで、パワーアップしようと思って銀行を辞めて司法書士を。でもその中で例えばその税理士さんだったりいろんな方と、お仕事で携わる中、それでもあえて司法書士っていうのは何ででした？そうですね、たくさんの選択肢、もういきなり最初から司法書士って考えてました？そうでもないんですけど、こう今までの仕事がすごく好きだったので、これを銀行の看板なくして鈴木美穂っていう看板でできることっていうと、やっぱ司法書士っていう、でもお仕事されてる中で、例えばその FP1 級すごいと思うんですが、そういったものもお持ちだったので、お金関係の資格っていうふうに一般的にはそうですね、その FP1 級、取るの大変だったんですけど、やっぱりその今の日本の文化の中だと、じゃあファイナンシャルプランナーに相談する、そこでお金を払うっていう文化ってまだないので、やっぱりそのちゃんとバックボーンがあって、業として登記するっていうのがあって、詳しい知識があるからいろんな相談も乗れますよっていうと、司法書士だなと思ったんです。すごいですね。でもその、今までのご経験も生かしてっていうのはすごく司法書士、特にあの金融系のお仕事から司法書士を目指される方って非常に多いんですけれども、じゃあそんな中で司法書士の勉強をするにあたって、まだまだ小さなお子様いらっしゃる状況で、じゃあ勉強として、例えばその、講座に通うだとか独学だとかってたくさんの選択肢があったと思うんですが、で講座通うにしてもレックなり他の予備校たくさんあったと思うんですが、なぜその中でレックを選んだのか。各社スタートした時期っていつぐらいでした？2017年の7月、でその前日の6月の末で仕事を辞めたので、動き始めたのが5月頃に各社比較をして、実績が一番あったねっていうところと、キャラクターが結構皆さん、すごい濃い先生が講師いますもんね、そう楽しそうだなっていう中で、見てたら前日制のコースがあるその昼間通えるっていう、そうですね、でそのこれだと思って、でそのパンフレットを持って区役所の保育課に行って、こういうスケジュールなんですけど、
保育園通わせ続けられますかっていう相談をしたら大丈夫ですよ、で園長先生のところと担任の先生のところに行って、全日制の日は月曜日と水曜日と金曜日です、で火曜日と木曜日は学校に行ってこういうことがやりたいんですけど、保育園大丈夫ですか、大丈夫です、でじゃあここだと思ってレフクにしました。そこからもその7月からもう勉強もう翌年に向けてっていう勉強生活が始まったわけですが、でもその一般的に7月スタートってなると翌年ってもうちょっと厳しいよねみたいなキツキツなスケジュールの中の勉強になってくると思うんですが、全日も結構おかけ受講みたいな感じになってきますよね。でもいきなりもう勉強生活にスイッチしてもう猛勉強の日々っていうのは最初からできました？切り替えるも明日からやっと勉強できるぞみたいな気持ちだったので、もう次のビジョンが目標に向かってっていうところで、そうですね、なので朝何時に起きて、で子供の世話を何時までして夜はこうするぞっていうプランを自分の中で考えてやってました、それを着々と毎日日々実践して、でも思うようにいかないこともありますよね。やっぱりそのお子さんの就寝の生活になってくると、自分よりもね、自分のスケジュールだけじゃ動けないことの方がむしろ多かったりすると思うんですが、そうですね、だから、時にはイラつくこともありましたけど、ただまあすごく子どもの応援があって、最初はなんかママ勉強してるなみたいな、当時2歳と3歳ですからまだそんなに分からないですよね、勉強、ただまあこうママこう資格を取って開業したら、この町でこんな感じでお店を開くよっていうのをこう夢として語って、お子様にはお店開くっていうのはすごくなんかね楽しい夢にフレンチトースト屋さんを開くと思ってるみたいなんですけど、それでこう、実際何年かかかってしまったわけですが、もう最後の方はもうお墓参りに行くと、ママが試験に受かりますように、嬉しいそう、だからまあそういう応援もあったので、今はバンバン勉強してるからこの時間までおとなしくしててねとか、あとは子供がいる時間、一緒に過ごしてる時間はもう話もいっぱいするんですけど、傍らで家事をやって、子供がいない時間はもう勉強しかしないって決めて、その保育園の時間と、分けて、そう保育園に行かせてる時間はもう勉強しかしない、家事はしないっていうふうに決めてやってました。でそのやっぱり寝かしつけだとかそのね夜って割と一緒に寝ちゃったりみたいな感じ、もう全然寝ない子だったので、もうトントンやってるのも疲れるし、もうこっちもこう早く寝てってなっちゃうのでもう一緒に寝る、でその代わり朝早く起きて、朝方、結構受験生さんって夜型朝型って人によって違うんですが、もうどちらがベストっていうか、もう自分が一番勉強集中できる時間っていうのがいいと思うんですけれども、鈴木さんは朝方、朝起きて、授業を動画を 1.5 倍速で見る、できればそこの時間で全部朝の時間でそれを見て、で昼間の時間はテキストの読み込みだったり、問題解いたりっていうふうに使ってました。じゃあそのいつものルーティーンみたいなものがちゃんと講座受講中っていうのは決まってた感じでしたね。じゃあでもそのねお子さん例えばこの家族の行事だったり、割と、お休みの保育休みの土日だったり長期のお休みの時っていうのは結構もううちにどっぷりってことになってらっしゃると思うんですが、その時ってもう自分の中では切り替え割り切ってました？もう土日はできなくてもイラつかないと決めて、でその代わり平日はみっちりやると、だから平日はすごい結構勉強の時間も、9時間10時間とか、長い日もありましたけど、休みの日はほぼできない日も朝の、子供が起きてくる時間だけっていう感じにしてました。じゃあその安定的にねその毎日何時間っていうよりは、できる時にもうがっつりやるっていうんじゃないとね、特に小さなお子様いらっしゃる方っていうのはなかなか難しいと思うんですが、そこでもう最初から私はもうこういうもんだって割り切って、割り切るも何ももう仕方がないというか、最初はね追っかけ受講だったので、そういった意味で追いつくのが割といい強制力っていうかモチベーションになったりっていうところは、7月から始めて12月ぐらいでやっと皆さんのスケジュールに追いついたっていう感じでしたけど、やっぱり大変でした。そうですよね。具体的なちょっと勉強方法っていうのをお伺いしていきたいんですが、まずちょっとそれを前に講座を受講されてる時にまず1年目初級講座全日制受けられて、
で、あの結構ですね1年目からあのそれなりにいい成績を取られてた、ね、あの1年目の本試験終わった時に私あの、ね、はい、初めましてで受講相談というか、はい、あの本試験後の相談ですね、はい、であのお伺いして、はい、でその後って通常であればちょっと成績表を今日お持ちいただいたので画面の方に移しますが、であのまずこれ合計4回本試験受験されてて1年目も、まあ、結構こういった成績であれば一般的には2年目講座っていうのを受講されることが多いと思うんですね、うん、はい、で私もそのこの成績であればっていうあの話は多分したと思うんですが、うん、はい、でその2年目も2年目私の講座15ヶ月受講されたんですが、はい、あのそもそも1年目終わった通常であれば本試験終わった後すぐじゃあ2年目に向けて割と7月に本試験終わって、大体7月中ぐらいに次の動き方っていうのを決める方が、まあ、大体ほとんどなんですよね、うんうん、でも実際お話したのってもっと先でしたよね10月ねあの発表後ぐらいな感じでしたよね。そうですね、はい、でその間ってもうあの終わってあのもう自分の中で本試験終わっちゃったっていうそのやりきった感でした。あの受かった気はしなかったんです、うんうん、でもう1年やるんだろうなとは思ってたんですけど、うんうん、どうも向かないっていう、いえ、あの決めてたんです、うん、あのあお休みするっていう、そう一切やらない、うんうん、なぜかそう決めていて、いろいろメリハリがありますねであのもう子供と散々遊びまくるっていうことをして、はい、でもそんなに この期間で忘れるなんて想定もしてなかったんですが、うん、いざ開いてみたら、うん、あやばい全然分かってないっていうので、うん、佐々木先生泣きついたっていう感じです、ね、じゃあその2年目でも一定程度の成績ある方ってその2年目講座であえてのそこで私の初級講座を受講された時に、うん、はい、であのじゃあなんで初級講座にしようって思われたのか、先生がこう今までのその知識をどれぐらいあるのかなっていう確認のためにこれって何か分かるって面談の中 であ分かってない分かってない93条94条なんだっけみたいな、うんうんうん、そんなレベルだったので、うん、まあ、これあのもう一度やった方がいいなっていうのもちゃんと基礎からじっくりみたいな、うん、っていうのも一部にはあるんですが、うん、やっぱりその皆さんと同じスケジュール感で動きたかったっていうのもあって定期的にあの2年目も通学コースで申し込んだんですけど、うんうんうん、まあ、実際のところはウェブで受けることが多かったんですが、こう週に1回っていうタイミングが来ることで、配信ってその、うん、そう、うん、あのなんかタイムキーパーというのかが欲しくて申し込んだかな、でその実際今、まあ、コロナもあってあの生クラス通学で受講されてる方でもあの割と最初のもうあのペースさえ決まっちゃえば途中からウェブに切り替えて時々生に行きますみたいなあの方も非常に多くてですね、うん、あのそういった意味でペースメーカー的にあえての通学っていう方も多いですし、はいはい、で割とねあの私のクラスだと個別面談というかあのねあの結構その月1ぐらいでじっくりお話を伺いますみたいなものって、うん、電話でも対面でもしてるんですがもうほぼそういったものも電話とかだったりしましたもんね。そうですね、うん、なのでたまに佐々木先生にお会いすると、うん、先生みたいな生佐々木先生みたいな感じです、はい、なのでその今やってる確認だとかっていうのを定期的に入れながら、はい、うん、はい、であのでそういった形で、はい、でもその1年目2年目あのしっかり実力はついてるはず で、はい、であの割とテストあの直前期の模擬試験だとかっていうところのテストも、うん、結構いい成績取れてたように思うんですけれども、はい、でもなかなか本試験じゃ、うん、当日あのなんなら、1年に1回そこだけ点数が取れないみたいになってしまって、はい、まさかって自分の中でもね本試験終わった後そうですね、うん、何か事故でも起きない限りは受かるよっていうつもりで、うん、もうそんな実力でしたもんね、はい、うん、いたのでそうなかなか悩ましかったんですけど、うん、あの私は3年目までテキストの読み込み、うん、それから模試の復習をもう本当に徹底的にやってて、うん、で模試で B ランク C ランクの問題があったらそれをテキストに書き込んで、うんうん、それ読み込みの時に毎回見るっていうような感じで、うん、どっちかっていうとある程度実力がついて
ってきてからも割とそのインプットインプットっていうのをずっとされてた感じ。そうですね、うん、まさにそれ で、うん、でただ実際あの試験で聞かれることって基礎の論点、うんうん、でそれをどの方向から聞かれてもちゃんと答えられるよっていうふうにしなければならないんですけど、うん、テキスト読み込みだと一方方向で、うん、なんとなくの理解なんとなく覚えてるよっていう、うんうん、ただ知ってる論点はすごく多い。たくさんテキストであのテストを受けて他に書いてみたいなあの知識を増やしていくことっていうのを、まあ、それだとねよく言うあの当連もしじゃあ点数取れるんだけどみたいな状況に陥ってきて、はい、で、はい、あのやっぱり本試験で悔しい思いをしてっていう感じ で、うん、で割とそう言ってあの、まあ、割と、ね、受講生さんあの私もいろんな方と話しされてしている時にそういった方結構多いんですよね、うん、でもやり方を変えられないどう変えていいかわからないっていう状況にもなったりすると思うんですがでこんなに実力あるんだから今のやり方間違ってるわけじゃないんだけど、うん、でも当日取れないのはどうしたもんかねそうっていうそうあの3年目の本試験が終わって、うん、でこの問題解けたこの問題のこの足どう思った、うん、っていう佐々木先生の、うんうん、かなり細かく、ね、そうでそれもわからないのっていう、うん、ちょっとあの私にはちょっとグッとくる、うん、でもそれが本質だなっていうのがあって、うん、でその先生との面談の中で、うん、あこれは今までの勉強の仕方間違ってたなと、うんうん、でじゃあどうしようと、うん、もうインプットはできてるから、うんうん、アウトプットをちゃんとしようと、うんうんうん、だからもうひたすらもう過去問と、うんまあ、市販の問題集も使いましたけど、ねうんうんうん、とにかくアウトプットをしました、うんうん、でそうすることでそのテキストに今までメモをした細かい論点、うん、頭のどこかの隅に入ってるものがポロポロ抜けていく感じ、うんうん、すごく怖かったんですけど、うんうん、でもそれでよかったんだあでもそのちゃんとやっぱり基礎に戻ってそこを大事にしたっていう、はいうん、そうですね、うんまあ、でもそれももともとその初級講座っていうのを相当きっちり受けた方じゃないとその勉強っていうのはなかなか通用しないので、うん、あの特にねあの伸び成績がいい状況にある方ででも本試験じゃ取れないっていう方はあのぜひそういった基礎の確認っていうのをあのされてみるといいんじゃないかなと思うんですがではあのそういった中で、特にあのねあのまあ、インプット期間中ちょっと話戻るんですが、はい、あの具体的なその講義受けて復習するっていうその復習法っていうのをちょっとお伺いしていきたいなと思うんですが、はい、で実際使われてたテキスト今日お持ちいただいて、はい、あのこのエックのブレイクスルーテキストですねあのなんですが、まあ、皆さん、苦労される会社法で、結構あのゴリゴリあのいやいいんですよ合格者のテキストっていい意味で汚いので、はいね、あのこの常識とか書いてあるところ、ね、あの割とページのリンクあっちとあの特に会社法だとかっていうのはあの知識をリンクさせていかなきゃいけないでもその、うん、さらっとしてるところもあるしであのこのがっつりやってるところとあの割とさらっとどうでもないところっていうのがあのテキストメリハリついてるなっていう気はするんですがあの、はいそうですね、全部を網羅するっていうその特にインプット期間中、うん、網羅するっていう感じの勉強ではなかった感じですかね。そうですね、うん、あの佐々木先生の2年目に受けたその、うん、講座というのが、うん、あのもうこのページはしっかりやってねそういらないとこバッサリカットしますよね。そうですね、うん、もう全ページについてもうこれカットみたいな感じで、うん、であのなので、うん、それを指標にして、うん、でやれって言われたページはとことんやる。そうですね、やるとこチェックいらないとこカットっていうことを私言っていくんですが、はい、結構もう本当にあのノーマークのところもあれば、はい、かなりゴリゴリやってる感じのところもあってですね、はい、あのこのもう割れるぐらい、うんはい、やっていく感じですね。でもこれをあのひたすらインプット期間中っていうのはあのこの完璧に覚えるっていうのと、はい、あの復習結構読み込みっていうところは 、はい、あの目読っていうかそのもうひたすら頭の中で考えながら読む。そうですね、あの読んで、うん、でそのページ1ページ終わったら、うん、その用紙っていうのを空でなんとなくこう、うん、あの頭の中で説明するみたいな感じで、はいはい、
で結構私もその具体的復習法っていう時に頭の中で説明しながら理解できてないと説明できないから読み込みってもう読んでるだけじゃ字面だけで終わってしまうので、うんね、なんか頭に入ってんだか入ってないんだかっていうのがあるので、うん、ぜひ考えながら読むっていうのは大切にしていただきたいなと思うんですが、はい、ではこうやって復習して、はい、もうひたすら過去問解いてみたいなのものをずっと初級講座中繰り返して、はい、でその後、ね、先ほど言ってた、まあ、割と問題演習中心に知識上げていったけれども、うん、最後やっぱり基本に戻ってっていう勉強で、はいはい、されたんですが、で最後まあ、受かった年もその勉強を変えるっていう時にも、はい、やっぱり毎年毎年本試験の後いろいろご相談させていただいてる時に、はい、でまあ勉強を変えるっていうので、うん、最後、ね、予備校チェンジしたりだとかっていうのも割とアドバイス、はい、あえての、はい、ね、もうレックじゃないとこ行った方がいいんじゃない、はいはい、でも割とずっとレックの当連取ってるし、はいはい、やり方を変えるっていった意味ではもう、はい、ね、この方受からせなきゃいけないっていう思いだとやっぱりね、はい、そこはそう、うん、佐々木先生からそのご提案いただいた時正直すごくびっくりして、マジかそう民間企業の先生がみたいなところがあったんですけど、うん、本当に私はもう徹底的にレックの模試をもう復習し続けてきて したので、うんうんうん、なのでもう模試慣れをしてしまっているっていうところとか、うんうん、その本試験のこの足どうだったこの足どうだったっていう細かいところを見たときに、うん、佐々木先生がこれは変えた方がいいんだろうなっていうのを、うんうん、多分感じ取られて、うん、で帰って、うん、別の予備講座の模試を受けたんですけど、うんうん、やっぱり、まあ、それである意味で良かったなと思います、うんうんうん、やっぱりもしも人間が作るので ね、 ね、うん、はい、よかったなと思います、うん、まあ、でもね、そういって私もすごく、ね、実力者でその本試験で悔しい思いをされるっていうのは、うん、何が何でも受かってもらわないとっていうのが気持ち強いので、はい、本当にもう私嬉しい限りなんですが、はい、しかも素晴らしい成績で、はい、ありがとうございます、ね、よかったなと。でじゃあその上位合格結果できたって、はい、その理由って何だと思います？基礎の徹底、基礎の徹底、とにかく基礎の徹底で、よく今私も今初級講座の受講生さんに、はい、でそのね、今年の午後の V1 ってすごい、午後択一1すごいことなんだよっていうのを皆さんね、本試験直前、はい、もう今年来年向けの方たちっていうのは、はい、もうなんか憧れの目でキラキラした顔して皆さん聞かれるんですが、はい、じゃあその基礎の徹底で、はい、まあ、割と過去問も大事にされてたけれども、はい、もし当連だとか直前期のそれも、はい、やっぱり解いててこれは細かいなっていうのは、はい、そこそこにっていう感じで、はいはい、そうですね、うん、受からない 2,3 年の頃はもう BC ランクも追いかけて追いかけ て、うん、全部をものにしてやるみたいな、まあ、余裕で受かりたいっていう気持ちがあったので、うんうん、いやそれやっても全然受からないから、うん、結果として私3年目が一番点数低かったので、うんうんうん、もうそれやっても全然ダメと、うん、だからもうA ランクのものをひたすら何回もそこをどうやっても大丈夫なように、そう、どの方向から聞かれても大丈夫、知識量じゃなくて基本の理解力、はい、あ、はい、ではその受験中トータル4回で苦しかったこととその克服、やっぱりメンタルって結構ね、来ましたね、うん、私その2017年の7月から勉強を始めて、うん、12ヶ月で受かるぞっていう気合い、そのねもうビジョンはもう見えてるそ, それで始めたのが結果4年かかっているので、うん、で、まあ、とにかくこう精神的には結構きつかったです、うんうん、で、まあ、その反省点とすれば、まあ、勉強始めた頃に今までいろいろ資格取ってきたから、うんうんうん、もう経験値あるよねとか、あとは業務の中で今まで知り得た知識とかもあるよねっていうのもあるんですけど、その気合の空回り感っていうのもあって、うんうん、過去にこういうインタビューと動画を見てると、先輩の合格者の皆さんってすごく穏やかに頑張りましたみたいな、そう、ほがらか受かった直後の方ってみんなそうね、そうです、もう受かった途端に苦しかったことって結構キラキラした思い出に変わっちゃうことって多いんですよね、なんか青春だったみたいな、そうです、もうつい数ヶ月前までもう本当に血まなこになってもうやってたはずなのに、でもそれ私知らない、まあ、ちゃんと想像力が足りなくて、うん、
私はこれだけ今頑張ってるんだから受かるに違いないみたいな、でもうみんな頑張ってるので、うん、もうそれは一緒なので、そうですね、そう、うん、あのみんなね、あのもう泣きながら、私も受験生と中で何度泣いたかっていうぐらい泣きながら勉強しながら、苦しいような、はい、悔しいようなたくさんしながら、はい、うん、そうですね、うん、なのでまあそれは反省点として、うん、あとはその司法書士の受験をするよっていう話は結構周りに、うん、話はしてたんですけど、うん、やっぱり2年3年ってなると、うん、こうまだやってるの？そうですね、一般的にこんな大変っていうのは実際やった人じゃないとわからない。そう、もうあのえもうまだまだ受験生っていう、いや弁護士だったらわかるけど司法書士だよね、うん、何それみたいな、うん、でも実際できることってすごく多くて、うん、例えばその後見人になるのも司法書士多いですし、少額、ね、うん、訴訟であれば、うん、もう弁護士みたいなこともできるわけですし、うん、だからそういったこともできて難しくないわけないですけど、うん、やっぱり皆さん持ってるイメージって、うん、なんか家買うときに銀行の会議室にいたよねみたいな、そういう地味なイメージしかないので、やっぱりこう、でもまあ私が目指した司法書士になる理由ってなんだろうって立ち返って頑張ろうっていう、うんうんうん、ことですかね、うん、そうですね、はい、あのまあね、やっぱりその結構へこんだ時に合格者インタビューとかご覧になる方多いと思うんですが、それを持ってあの勇気もらえる方もいらっしゃると思うし、いやそんななんか明るく朗らかなやってる真っ最中はね、はい、あの特に沈んでる時っていうのは、はい、なかなかそういうばっかりじゃないっていうのも、あのぜひあのいいお話が聞かたんじゃないかなと思うんですが、はい、では最後にちょっとこれから、はい、あのね、あの最終的に開業を目指されるそうですねっていう感じ で、はいはい、あのね、割と地域の方のお役に立てるような、うん、あのね、今までのご経験ってすごく活かせると思うんですが、はい、あのぜひこれからのビジョンと、その司法書士を目指そう、そして今苦しい中勉強されている方に最後メッセージを、うん、はい、お届けください。はい、まあ、今お話しいただいたように、うん、私は、まあ、町で開業する司法書士になりたいなと思っていて、うん、で司法書士の主な業務としては登記なんですけど、うん、まあ、登記っていうのはもちろんしつつも、それのそこに至る前の、まあ、こんな話聞いて漠然とした相談なんだけどどうかしらっていうところの相談にも乗れる司法書士になれたら、自分の人生の経験値としても、うん、その方の今までの歩みをずっと聞くわけですから、うんうん、まあ、いい経験値になるので、あのそういった形でやっていけたらなと。特にね、こういったお仕事これからね、あのどんどん需要増えてくると思うんですが、うん、はい、ぜひそこはあの鈴木さんらしいカラーと、ね、はい、持って、あの、はい、割とね、あの今まで の、 あ の、ね、その前職割と関係なく、うん、あのやりたい業務で今おっしゃってたようなその、ね、地域の方、地域密着型っていう方もいるし、で逆に企業内司法書士っていう形で活躍される方もいるし、であの司法書士法人だとか大きな事務所に入ってその中でキャリアアップをしていくっていう活躍の幅ってすごくたくさんあるので、はい、あのぜひですね、勉強中にあのこうなりたいっていう姿をね、あの、はい、ご家族にお話をしながら、はい、でそれをご自身のモチベーションにしていただきたいかなと思います、はいはい、ではあのもう思いの丈はお話できました。あ、そうですね、はい、はい、ではこれからあの、ね、はい、素晴らしい司法書士に、はい、あのなってください。今後ともあの活躍期待しています、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。